と1種目目のリングでミスが出てしまって、今年2年生になって変わった自分を見せたかったのに、うん、その一発目からミスが出てしまって、ちょっとあなんか気持ちは下がってしまったんですけど、うん、でもしっかり2種目目から気持ちを切り替えて、まあ、残り3種目はそんな特に大きなミスはなく、うん、あの去年の冬からしっかり自分が今年に向けていろいろ練習してきたものはしっかり出せたかなと思うので、まあ、そのとりあえず大前提としてこうミスを絶対しないっていうことは本当に大事なんだなって思いました。今回の東インカレは、うん、なんか自分でもびっくりするぐらい全然緊張しなくて、うん、試合いつも結構試合になるとこう、うん、やっぱり緊張はするんですけど、うんうん、なんか今回多分あんまり良くない緊張のなさじゃないんですけど、うん、なんかリラックスしすぎて、うん、本来ちゃんとしないといけないところとか、うんうん、いつも試合で緊張して確認するところが若干おろそかになったりとか、うんうん、ルーティーンとしてはあのフロアにどっちの足から上がるとか決まってるんですか？はい、多分右足から上がってると思います。あ、そうですか。はい、多分そのやっぱり体の可動域だったりとかそういうのもこの1年の冬でいろいろ中田先生とかにもこの体の遠いところでこの自分の動きが出せるようにっていうのはすごい指導していただいてて、そう多分去年に比べたらそういうのはでき多少はできるようになったとは思うんですけど、やっぱりでも上には上がいるというか、自分よりもっと大きい動きができる人もいるし、そういうのも今回東インカレ例えば川東さんだったりとか大きい体操で美しいなんか力強い体操を見てやっぱり自分にはまだ足りないなと思うし、なんか、まあ、動きの面でやっぱり自分はずっと今までタンブリングだったりとか手具操作で評価されてきたと思うので、そこにこの動きのうまさが加わらないとやっぱりこれから評価されないと思うので、まだ全然自分ではまだ納得はできてないので、そこはこれからどんどん進化していけるように。今は総合経学部っていうところで、まあでもあの一応体育の教員免許を取っているので、うん、その教員免許の取得の資格じゃないけどそういうそれ関係の授業が多くて、うん、なんか体育理論だったりとかスポーツ社会学とか経営学みたいな、うん、そういうのも学んでるんですけど、あれは目標は個人総合で優勝することなんですけど、でもその最初に結果にこだわるというよりかはその自分のやりたい見せたい新体操をした上でこの評価として優勝っていう結果がついてきたらいいなと思ってるので、まあ、自分が満足のいく演技をとりあえずは予選で4種目やって、で決勝でも4種目やりたいなと思ってます。